ちは。本当に寒い今日。やばいかもしれない。寒い。ちょっと寒すぎて今ね一旦ね洗面所にはいるんですけど、洗面所が寒すぎるのでちょっと一旦眉毛とか描いて下地とかそういうのやったらもう部屋に避難しようと思ってます。今日寒すぎる。雨も降ってる？今もしかしてもうそんな感じ？お外。ちょっと一瞬。お待たせ。明日あったかいんですか？あ、そうなんだ。ちょっとまだね、寝起きなので起きて今10分くらいかなとかなのでちょっとまだ眠たいよタイムなんですけど許して。まだまだそんなに喋れない。まだ眠たいね。時計の音がカチカチと。今日びっくりするぐらい起きれなくて、朝なんと10時50分ぐらいに目覚ましかけてたんですけど起きたのが11時半くらい無理だった。何度寝か分かんない。もうその何度寝っていう概念がないぐらい寝ました。何回も。もう無理。寒くてさ起きれなかったよ。もう寒すぎて無理だった。三度寝なんて可愛いもんですね三度寝は可愛い可愛い。そうよ、
寒いと寝ちゃうよね。布団から出れないから。仕事戻ってください。ごめんとかいらないから大丈夫だよ。全然。いってらっしゃい。お仕事ファイティン。お、昼休みか。疲れ、午前お疲れ様です。カップラーメンいいね。みんなお仕事中ですか。私もこれから準備してお家出ます。折りたたみ傘買ったからね。折りたたみ傘を使おう。おやめ食べないよ。ちょっと準備しなきゃいけないからさ。なんか毎日、昔は毎日化粧してたんだけどさ、最近は毎日しないから。化粧するとなると、あれ何からやるんだっけ、毎回なってる。ただいまスポンジに水を含ませてます。で、うん、化粧もしてないとね、忘れるよ。ここと、今からあのコンシーラーを伸ばしていくっていうお作業に入る。すっぺんまゆめちゃんも好き。そう。でもちょっとわかるかも。私もこの人のすっぴん好きっていうのある。覚えるやつ覚えてないの、まだやばいよね。まだ覚えれてなくて。私ほのぴーさんのすっぴん大好物。ほのぴーさんのすっぴん好きなんだよね。
まあ、一生懸命にコンシーラータイムしてます。すっぴんでよくないです。よくない。ある意味その高校生卒業するとすっぴんだとむしろマナーないみたいな感じじゃないですか。高校までは化粧したらダメなのに。だから大変よね、女の子ってね。高校まで化粧なんて誰からも教わらないし、むしろやったら怒られてたのに、今度できないと自分が恥ずかしい思いするしみたいな。今すっぴんなんかで言ったら逆に失礼に当たるもんな。男ですけど化粧しますよ。そうだよ、今だけ男の人も化粧するから。私はしてる人はいいと思う。タイプ。気使ってんだなって思うから。なんかメイクキープミストをスポンジに含ませながら叩いていくと崩れないみたいな情報があったんですけど、それを今日は挑戦してみようと思う日。合ってんのかこれ。なんか今までさ、一時期さ、ストレスだと思うんだけど、わかんないけど、なんかすごく肌が荒れてた。もうあれあれもう。でそのやつがやっと今全部治ったわけですね。やっと治ってて今でも、その跡みたいなのって残っちゃうじゃん、ニキビとかの。
その後を直すのが今大変な時期で、すごくニキビ自体は治ったけど跡が残っちゃってて、今はそれを直したい習慣みたいな、直したいってずっと思っているところ なんですけど、跡って本当に嫌だよね。なんかマスク荒れって感じでもなかったのかな、何なんだろう。だってマスクって今もしてるのにさ、治ってるからさ、じゃあマスク荒れじゃなかったのかなって、普通にストレス ストレスだったのかなって。早く直したいな、これ。いっか。こんなもんで。昨日私配信終わってからも全然寝なかった。寝ずに。何時に寝たんだ。何時に寝たんだろう。でも5時ぐらいになっちゃったかも。4時半か5時かぐらいになっちゃった。23時に寝たの。早っ。めっちゃ早いね。えらい。こんにちは、ホルホース、こんにちは。顔に。顔に、前髪が、あ、うっとうしい。ちょ、どいてどいて どうしよう、取れない。ちょっとあっち行きなさいって。元気そうで何より、あ、ありがとうございます。普通に今は楽しく過ごしてますよ。特に何も、なんか何かに押しつぶされそうになったりはしてないですし 楽しく。何、たい焼きって知らない。そんなのあんの？何それ、たい焼き、たい焼きちゃん、何それ。和菓子ランキングもある。どうした、なんだそりゃ。今メイク何パー？3パーぐらい どうしよう。全然、私配信しながらメイクすると超遅いんですよ。だから全く進まないです。とりあえず今ね、眉毛の
右を描き始めてるよっていう感じ。眉毛の右だよ。メイク配信好きだよ。あ、ありがとう。お、眉毛いいんじゃない？ちょっと今日眉毛いい調子かな、これもしかして。なんか眉毛うまくいくとね、まあ一番はまつげが大事なんですけど、私まつげの次に眉毛結構大事。でもどうだろう、肌も大事だったりする。肌が一番かな。眉毛めっちゃいい感じでしょ？どこ行ったじゃん、眉毛いい感じにできたよって。見えてんのおもろ。じゃあちょっと左の眉毛に行きたいと思います。右が成功したから左だって成功させたいよね。調子に乗らずにやろう。おう、オーマイガー。ごめんね、本当に。まつげまだやってないよ。ラジオ多めで申し訳ないな。でも多分ラジオじゃなかったら配信してないから、ラジオだけでもっていう気持ちでやってるので、今日顔出しするけどね、化粧したから。まあその化粧の完成が何時になるかわからない。わかんないけど。ラスアイロスの対策方法はね、いっぱい今までの動画見ることしかないかな。それしかったと思います。あ、でも終わってしまったもんは終わってしまったもんなので、私たちももう前に進もうとみんなそれぞれやってるから、一緒に頑張ろうって感じですね。眉毛の出来いいんじゃない？すごい、今日眉毛の出来いいね。予告しないかも。予告はしないです、あんまり。
なんでかっていうと、今別に表舞台の人間じゃないからそのスタンスは抜けてない。そう、でもそうだよね、まあ予告してほしいって気持ちは組んだその気持ちは組んだ。それはね、そうよね。でも別になんか気分なんです今はもうほんと気分のままに生きようっていうテーマが、何にも縛られたくない。もうとりあえず縛られたくなくて、今はやってほしい曲とかあったら教えてください。覚えます。なんかでもリクエストあんまないんですよ、いつもカラオケ配信。なんかリクエストありますかって言って、あんまりないので、してくれたら嬉しいなって気持ち。なんか4年間頑張ってきて、4年間すごく大変な思いをしてやってきて、今やっとなんか解放されてるというか、だから今しか逆に自分の好きなように休める時がなくて、今だけはちょっと無理せず休ませていただこうかなっていう気持ちです。すごいね、正直ね、大変だったからね、疲れちゃった部分もあったりして、もうしばらくはほんと疲れちゃって何もできなかった。けどちゃんと決して止まってるわけではないので、また絶対会える機会作るし、どうしよう、お化粧がわかんない、お化粧わかんない、お化粧がお化粧がわかんないよ。うわ、合ってんのかなやばすぎ、いっぱい会いに行く、ありがとう、待ってます。みんな来てくれなかったら寂しいから来てね。お疲れ、ありがとう、ありがとう、見に来てくれてありがとうございます。でもめちゃめちゃラジオだけど、今はまだ洗面所、会いに行ってユーピットで集まる、それ私に会いに来てんじゃなくてユーピットに会いに来てんじゃない
大丈夫そう？んで、もう本当にわかんない自分、メイクの仕方が。なんかもう大丈夫かな。まあなんとなくこんな感じだよね、覚えてる限り。こうしてこうしてみたいな。大丈夫かな、不安でしかないです私は。ちょっとアイシャドウ、あそうなの、新しいアイシャドウとか買ったのでこれを使ってみようっていう。ゆめちゃんに会うまでは、逆に私に会えるってなったら来てくれるってことですか。嬉しい。ちょっと今日二重幅めっちゃ狭いな、これは。これ事件です、二重幅狭い事件勃発、取り締まらなきゃ。これは取り締まり案件。あっちょっと待って、一旦手洗う。倍目の配信、倍目の配信みんな寝るからね。うん、寝ていいの逆に。全然寝てください。寝落ち、むしろ寝落ちに使ってねぐらいの配信なので私のは。むしろ寝落ちに使ってくれるぐらいの方が私はすごく嬉しいです。もし寝ないで見てたいんだったら、なんか結構他のルーム行った方がいいかも。他のルームの方がいいかも。私の声は睡眠薬が混じってるのと、あと私の場合はラジオ配信なのでみんなが寝てしまうんですよ。私声だけだとね、ちょっと声に睡眠薬混じってるもので、寝かしてしまうんです。睡眠薬混じってるんです。そうなの、私の声。午後の準備、あーありがとう、ヒロさんさん頑張って。午後も他のルーム元気すぎるから。本当に大丈夫、私のルーム全然元気じゃないよ。そう、はい、こちらめっちゃ寝れますよ。寝ようとしてきたの今。まだお昼だけど、お昼寝ですか。お昼寝どうしようかな。下まつげじゃなくて下まぶただけやろうかな先に。うわー化粧怖。でも化粧また慣れなきゃ。化粧できないとやばいよ、やばいやん。めっちゃ遅いもんだって私、化粧のスピードやばい。もうこんな時間？やば。いや、そう、ラジオのお仕事したい。やばい、もう化粧わかんないわかんない。こんくらい塗っていいんだっけ？
下まぶたのアイシャドウってこんぐらい塗っていいだけ本当にさ、髪巻いてないよ、まだメイクだからさ。大丈夫なのか、信じる。でもあんまやりすぎないようにこんくらいにして、これでここを埋めるみたいな。何それ、和菓子ランキングって。おめでとう大吉ちゃんランキング90位。メイク教えてあげようか。絶対できないんだからやめときなさい、そういうこと言うの絶対できないんだからメイクありがとうね。なんかあるんかね、ちょっとわかんない、全然わかんない。何それ、たい焼きちゃんランキングとか和菓子ランキング、どっちの方が高いの今な、何何気づいたらなんかイベント始まってるよね、ショールームさん。いつもまたなんか始まってるとか。私和菓子の方が30位で高い。何それわかんない、本当にわかんない。なんだ、ゆめちゃんのへへへめっちゃ好き。嘘、何それそんなやってる私、へへへって。頑張れー。うん、アイシャドウわかんない、多分こんな感じ。次、うん、これか。大変、メイク、メイクヘタッピになってるから。え、大丈夫そう、ちょっと待って大丈夫なそう、うん、これは可愛いんじゃない。ちょっと成功してる気がしてきた。で、ここにこれ、今アイシャドウ頑張ってる。合ってるか合ってないかは別としてよ。頑張ってください。ありがとう。とりあえずね、頑張ってみる。うん。これから上手くなるでしょう。またね、またこれからメイクをやっていけば。
メイクってのは本当にどうしたら上手くなるかって慣れなんですよね。毎日メイクしてると慣れてね、上手くなるから。だから毎日やればいいってことよね、化粧を。でも家にいるとき化粧しないからさ、なんか出かけるってなっても私最近化粧してなくて、多少はするんだけど、がっつりなんかちゃんとアイシャドウとか塗らないし、マスカラもしないし、眉毛かい、肌と眉毛とあとアイラインちょっと目尻側に引いとくぐらいしかしなかったから。いや視聴率ね、わかんないわかんない、視聴者数はちょっとよくわかんないんですけどだってさ、ラジオ配信しかさなかなかできてないですし、全然なんか本気で喋ってないじゃない、なんか頭を使わずにゆったりと喋ってるので。それがむしろ心地よく聞いていただけてるのかな。え、そうなんだよね。そうだから眉毛やって、肌と眉毛と目尻のアイライン、まああとリップつけとけばいっかぐらいの、そんくらいの化粧しかしなくなってたの最近ずっと。だからバッチリ化粧しますってなったら、え、どっからやるんだっけみたいな、え、何やるんだっけ、えってなるの、え、何やってないっけ、なんか足りないみたいな、なんか足りないのはわかるんだけど何やってないの私みたいな、やばいってなるんですよ。難しいよね。おお、ちょっと目の下にキラキラつきすぎたな。ちょんちょん。急にいっぱいつくのやめてほしいね。ちょっといっぱいついちゃった。メイクのスピード遅っ！って言わないでね。いや遅いんですけど。実際遅いよすごい。本当最近やってなかったからこうなっちゃってる。遅いかどうかわかんない。本当？じゃあラッキーってことにしとくわ。ラッキーラッキー。何やってないっけ私。とりあえずアイライン引きなって話。じゃあそうしてみる。ちょっと今日片方の目がね、二重幅おかしかったから今それを直してる中なんですよ。だから今ね、右の目しかねメイクできない。右も狭いんだけどね。
時間大丈夫？時間はね、まだ大丈夫。一応1時45くらいまでは大丈夫。あと1時間ぐらいは準備の時間に使えるので。ちょっとこのアイライン違うかも。はい、直していきます。いいかばっかな、いいかな。え、そう、もう寒くなくなった。もう寒さ消えました。大丈夫です。あ、でもやだやだ、本当に本当にメイク下手くそになってる。やばい、下手すぎる。大丈夫なそう。あなたは化粧が下手ですって言われそうだわ。でも何も言えない。そうですって言うしかないぐらい下手。お、かわいいやん。こんにちは、しんさん。さっき起きたばかり。確かに起きたばっかの時体温低いのか。じゃあそれだったんだな。今はなんかあったかくなってきていい感じ。あ、いいんじゃない。ちょっと、え、今までで一番アイシャドウ綺麗。あのラスアイ時代より綺麗。今までで一番綺麗今。うわー素敵。でまつげとまつげの間をアイラインで埋めて。まつげとまつげの間をね、アイラインちゃんと埋めるとね、目力がパッてなるからやんなきゃダメなんだよ。え、そ、綺麗、バリ綺麗やん、すごい。見えてる。もしかしてなんか見えてる、そっちに。ここまで来たらもうさ、上出来にしたいよね。ちょっと待って、眉毛とかもさ、もうちょっとこだわり持ったりしちゃって。本当にやばい、準備終わらせなきゃ。ちゃんとしてほしい。自分に言い聞かせる。ちゃんとせい。ああ、二重幅狭いけどアイシャドウ綺麗だから許す。あ、見えますか。見えてきた。何それ、見えてきたの。どうしよう、待って、どうしよう。今アイシャドウできないんだよね、こっちのお目目。やっちゃう、ちゃいましょうか。こんにちは、こんにちは。ラジオなんですけど、来てくれてありがとうございます。
ママどうしたの今日もおつ、あ、ありがとう、来てくれて。今お仕事？あゆめは今ね、頑張ってる、化粧、化粧と戦ってるよ。これでいいんだっけとか。うんうんうん、頑張れ私。ちょっと今日やばいかもメイク、昨日アスカの見ちゃったからかなちょっとユアティアの影響受けたかな。ちょっと地雷系メイクに近いんですけど、ユアティア影響受けちゃったかもしれないです。ユアティア、でもアスカの、そう、全部見れてないんだ、途中からちょっと見ただけなので。現在化粧と格闘中、頑張れ、ありがとう、やればできる。おう、なんか私本当にいつか地雷系のお仕事やってみたいんですよね。お洋服とかのもう全部量産地雷系、私でも量産より地雷系の方が似合うと思うので。地雷系のお仕事待ってます、本当にしたい。こんくらいやっちゃっていいのかな。もう本当に地雷系になってきてるかも。もう今日はやって大丈夫な日だから。和菓子ランキング2位ダウンしてる和菓子ランキングなんやねん、さっきから。アスカノってそう、ドラマのやつでも、あの漫画がある、もともと。あ、エブリンさん大好き、よく買います。うわ、かわいい。これアイシャドウが大正解だな。新しいアイシャドウ買ったからか、今日うまくいってるの。うわ、顔歪んできたそう、原作漫画なんですよ。そうなの、いつも地雷系ね、いつも似合うと思う。私もやりたい。
うわ、いいやん。いい感じなんじゃない？このままお化粧が崩れなかったらいい感じなんですけど、大体崩れるんですよね、マスクのせいで。顔歪むよ、すぐすぐ歪む。この間矯正したばっかだけど、って言ってもまあ1ヶ月ぐらい経っちゃったからまた歪んじゃったんだろうな。ねえ、かわいいアイシャドウ。ということで、練習いってらっしゃい、頑張ってね。ありがとう、いつも本当にありがとうね、ふーちゃん。バイバイ。高橋康隆さん、こんにちは。こんにちは。みんなそろそろ眠くなってくる時間じゃない？まだ大丈夫そう？大好き、ありがとう。私も大好き。ありがとう。そうだ、私、そう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 。で、下まぶたのアイライン描くやつも買ったんですよ、これ。これね。今まで描いてなかったんだけど。おお、本当に地雷メイクだ。大丈夫ぞ。やっぱり自分の時間が持てるようになったの。野菜終わって自分の時間っていうものができて、それでなんか結構メイク道具とかを買いに行ったりとかしたんですよ、できたんですよ。だからメイク道具結構買ったんですね。画面インスタにあげる、だって。ツイッターわかんない。どっちかにじゃああげるね。そんな、全然そんなね、全然期待していいものではないかも。どっちって話だよね。でもね、そんな、そんなにいいよ。ちょっと気に入らない、ここが。どうしよう。そういう時ってどうするの？塗りつぶす作戦。結構。OK。いいんじゃないでしょうかね。はい。メイクか。すっぴん可愛くないからな。すっぴんからスタートするのが嫌だな。YouTube はやりたいけど、わかんない。なんか今後の活動によるかな。メイク完成してないよ。まだ全然してない。全然ではないか。今は 100% 中だったら、
80% くらいかな。80ぐらい来たけど。え、まつげもやっていい？これ別にオンにしてもいいんだけど、カメラここでも洗面台だよ。またここ洗面所。誰かいる？うち今ラムネ発見した。あ、ラムネじゃない、ラムネのグミ。結構つまんでみた。もうさ、そう、ラムネのグミ昨日買ったやつ。待って、まつげうまくいかないかも。まつげが、あ、明日新しいネイルしてくる。今のネイル取れちゃったやつ、やっと新しいのにします。今日ラミンCないや。これつけられないかも。あ、はいかも。そうよ。また12,000円飛びますから、またネイルで。お金ないってなっちゃう。なんで予約しちゃったんだ、お金ないのにね。だから髪の毛染めるの我慢することにしました。ネイルやっちゃったから。え、ね、またさ、 YouTube に載せないでって思うんだけどさ、乗るかな。乗るんだったら私今前髪やってから顔出しするけど、乗らないんだったら全然前髪やる前でいいんですけど。なんか乗るんだよ。どんなネイルにするか決まってないけど、キラキラは絶対キラキラ。それ YouTube 乗るんだもん、だって乗るから。はい、でしょ？塗るかもでしょ？じゃあまだオンにしない。まつげ下地して前髪やったら OK かな。まつげボサボサやばい。マツパ行かなきゃ。
こんにちは、だって。くるくるりさん、こんにちは。お、やばい、まつげボサボサや。まつげボサボサすぎてやばいな、これ。え、本当にまつげボサボサだ。ダメかもしれない。最近マスカラとか塗ってなかったからさ、まつげ無法地帯だったんですよ。あ、そうなんだ。うんうんうん。ラムネグミ美味しい。ちょっと待ってね、まつげタイム入った。うわ、やばい、本当にやばい。せっかく上手にさ、せっかく上手に あのアイシャドウできたのに、マスカラがまぶたについて全てが台無しに。あっ、よくないよくない、本当にやばいかも。ちょっとまつげうまくいかないと、私のテンションというものが。天のションが上がらなくなってしまう。すげえ。ごめんね、こんなにまつげに命かける女の子で。今日は大事な日なんですよ。遊びとかじゃないの、今日は。だから頑張ってほしいの、まつげにも前髪にも。これから前髪やるんですけど。うん。頑張れって。ダメかも。かもしれない。まあいっか、ダメか、まあいっかじゃない妥協を許すな。よくないよくない。うわ、妥協したい。もう
頑張ってみる。ちょっと待ってね。できるとこまでは頑張る。多分無理だ。これは無理なやつか。そう、松葉行きたい。なんなら髪の毛も染めたい。どうしよう。髪の毛染めに行っちゃおうかな。一旦これで乾かします。はい、乾かします。メイクうまくいくように願って。ありがとう、りょうたろう。いつもクレイさん、こんにちは。ありがとう。乾かします。はい、一旦ね。ね、やばい時間。そろそろ何色に染める？うん、いつも通りよ。いつも通り暗くしに行くだけ。でもどうだろう。今茶色い、結構茶色。今ぐらいでいいのかな。どうなんだろう。難しいな。暗くできるならしたい。みんなちょっと前髪のバームやっぱ取ってこようかな。そう、いつも暗くしてるよ。よいしょ、バーム取りに来ました。あ、部屋あったか。部屋温めてたの忘れてました。部屋あったかい。消さなきゃ。一瞬じゃあちょっとこの部屋で配信しよう。今みんな缶の上だよ缶の上だよ今。いや寒い。足の色がなんかもうさ、足の色がかわいそうなことになってる。寒くて。うん、ちょっと何言ってるかわかんないんですけどお墓の中からさまよい出て今はちょっとよくわかんないですね、やっぱりちょっとよくわかんないので、じゃあそのままちょっとどっかさまよいに行ってもらって。まゆめろちゃんの前ではないのか。まゆめろちゃんいるよ、ベッドにいっぱい。カバンの準備もしてないんですよ今日。やばい。カバンの準備もする。何のカバンで行く今日。リュック？
リュックで行っちゃう？リュックで行っちゃうか。リュックで行っちゃうよって。今日は。今日もこの香水にします。イヴ・サンローランの、ちょっと今日地雷系だからさ、そんな感じでいきたいと思います。お出かけではないよってさっき言わなかったっけ、私言ってないか、言った、ちょっと覚えてないです。こんにちは、こんにちは、ありがとう来てくれて。よいしょ。仕事ではない、あ、仕事ではないじゃない、お出かけではない。仕事かって言われたら仕事なのかな、あれ仕事わかんない。私なんでこの部屋に来たんだっけ、ちょっとわかんなくなっちゃったけど、この部屋に来た理由って何？あ、わかった、バームだ、バーム取りに来たって、さっき言ってたね。バームどこかね。もしかして下かね、ワームさんね、ワームさん下かね、上取りに来ましたが。情けなので下だったかもしれないです、ので下に行きます。はい、みんなも移動ですみんなも移動です。あら、くまちゃんありがとう。しかもなんか、いろいろ、ご褒美とか、なにこれ、今見たぞ、ありがとう。ラストインベスターズ、すごい声響いてるでしょ今ね、階段におるで。はい、で洗面台に戻りました。とそうす、安定の探し物？そうなんですよ、いつも探し物してるんだから。で、充電がもうなくなる、これから出かけるっていうのに充電がないなんて信じられない。しかもさ、昨日さ、イヤホン充電してたの、あのワイヤレスイヤホン充電してたんだけど、中身入ってないまま充電してて、なんと今気づいたえーって、中身入ってないん、バームあったって。バームね、ありました、洗面所にありました。安心安心。
今日雨だしな、湿気あるんだろうな。ってことは髪の毛をきれいに巻いても取れてしまうんだろうなっていうことですよね。悲しいな。前髪切ろうかな。グミ耳に入れておこう。そうする？一旦ね一旦入れてみて、その後のことは考えればいいよね、後で。うん、そうしてみる？絶対やらないけど。やりまへん。前髪切ります。くらい切ろうかな。まだ切れる。まだいける。まだ切りたい。もうちょっと待って。まだ切るね。前髪長いとね、やだもんね。前髪はそうね、1週間に1回切るかな。あれ？切ってる？そんなには切ってない？ 1 週間に1回切ってるかな。1週間半に1回ぐらいじゃあ間取って切るかな。なんかわかんない、決まってないけど、切りたいって思ったら。あ、切りたい。切ろう。っていう感じだよ。まだ髪の毛何もやってないことに恐怖を感じる。じゃあ髪の毛やる。やるので、オンにしよう。こんにちは。あ、でもね、まだね、顔できてないんだ。顔がまだなんですけど、まつげとかやってなくて。とりあえずもう髪の毛やらないと時間がやばい。だって45分までに終わらすって言ったじゃん。で、しかもなんかちょっと顔出し時間ちょっとになっちゃって申し訳ないね。で、今日出かけじゃないよ。とりあえず眉毛はうまくいった。今日眉毛うまくいってるから、まつげもうまくいきたいところ。あ、誰か帰ってきた。配信してるよ。誰？うち？誰？お母さんか。配信しちゃってるけど申し訳ないね。今日雨だからさ、
巻き取れちゃうけど巻きます。やばいよね、あと15分ぐらいで準備を終わらせます。お母さんという名のおばあちゃんが帰ってきました。あ、そう、焼け出せないようにありがとう。ほら、やけどの跡見てないでしょ。今いい感じにもう消えてきて、よかった。本当に跡にならなくて。でもね、今ねまだねちょっと跡になってるけど、今コンシーラーで消してるって感じ。綺麗には消えてない。そう、今ヘアアイロンです。そうです、45分までに全てを巻き終わらなきゃいけないっていう。なんでメイクしてるか、女の子だから女の子だからだよ。何くるくるドライヤーって聞いたことない。あれ、はい、今日もウェーブです。安定の。あ、先にバームつけよう。またこの間みたいにうまくいかないってなるから。先につけとこう作戦でいく。ロールブラシとドライヤーが、あー、わかったわかった。あれか、あれ昔うちで見たことある。この背景慣れてきた。あ、よかった。慣れって大事だよね。お目目かわちいね、ありがとう。そうなの。でも今日二重幅狭くて、狭いでってことでやっていこう。まつげまだやってないの。バーム取りすぎた。まつげまだやってないんだって。完璧ってやってないんだって。和菓子ランキング19位になったけど、ありがとうみんな。何これ何また顔に前髪ついてる。うん、取れない。やっぱ二重幅狭。ちょっとやっぱやだかも、二重幅狭いの。後でどうにかします。で
今日夜配信、わかんない、顔出しはしない。やるとしても、やるとしてもまた寝る前ラジオとかかな。Amazon ギフト券2000円もらえる、本当に？待って、何それ、ガチガチ。 Amazon で買い物したことないけど、私でも買い物できる。それ今あれ欲しいの、筋膜ローラーあのさ、足とかほぐすやつ、筋膜ローラー欲しいの。たい焼き、たい焼きもなんかあるの？何それ、どっから数えて19位なんだろうどっから数えて19位。でもなんか今のところもらえるってこと、じゃそれは嬉しいな。このようにアマゾンで買い物したことない人、はい、いました。ここに、うちほんとね、ネット買い物とかしないんだよ。ネットで買い物するっていうその文化がうちにはなくて、したことがない。仲間、親目でもできるレベル、本当に。やばい、時間があと10分だって。あと10分で巻き終えなきゃいけない。スーツケース買ったよ、アマゾンで。だっていいね、和菓子の方の1、1、10、100、1000万、6万、6万、いくいな。ちょっとお腹空いてきたかも。お腹は空いてないのかな。なんかお腹空いたってよりかは、何か口に入れたくなってきた。安いし品ぞろえもいいから。そうなんだ、私全然現代っ子じゃないね。現代っ子じゃないから全然知らない。そう、口がお腹すいたよって言ってる。マック買ってこようか。いいんですかマック。ナゲット好き、マックの。こっち巻くぞ、急げ急げ、時間との戦い。で、私は何時に家出るんだ家出る時間わかんないんだけど。あ、わかった、思い出した。確かに家出る時間考えたらまだ大丈夫か。
大丈夫。ちょっと50分まではできそう。ごめんみんな、アラーム鳴った。配信終わらせてねっていうアラームが。でも大丈夫、私はまだ続ける。頑張って巻くよ。今頑張って巻いてるから待ってね。で、やけどするんでしょ、こうやって調子に乗って。アラームに負けるの、ありがとう。反抗していくよ。どうしような、髪型何がいいかな。おろし、おろしがいいか、さすがに。ハーフツインとかしちゃっても全然いいんですけど、今日は。どうしようかな、おろしの方がいいかな。アラーム設定したの私。最近おろし多い。そうね、髪の毛わざわざなんかアレンジしてするほどのなんもなくて、するほどのお出かけとかではない。結構髪伸びた。あ、本当に伸びた？嬉しい。頑張ろう。もうちょっとで巻き終わる気がするよ。今髪の長さ結構長いね。こんぐらい。結構長め。あ、そう、洗面台配信。噂のって噂になってないでしょ。この服どこの？スワンキス。あ、終わるんじゃない？終わりそう。あと、そしたらミックス巻き入れてくって感じで終わりです。一応45分には間に合いそうだね。まあ続けるけど配信。お、結構長い。長いです。で、これにミックス巻きしていくから、どうする、おろしにする、今日。それとも普通にしちゃう。いや、おろしていくか。
今日はさ、その大事な日だからさ、ちょっとやっぱ髪の毛何かしたいっていう気持ちも あるんだよね。なんかアレンジしたいみたいな髪の毛。でもこの格好だったらさ、ハーフツインしかないよね。おろしでいいか。皆さんがおろしって言ってくれてるから。ちょっと取ってミックス入れてってやっていく。ありがとう。何か置かなきゃ。頑張って。ありがとう。ここもかな。ここはいいか。わ、今日絶対湿気ですぐ取れる巻き。あ、絶対今日巻いた意味なかったってぐらい取れそうだ。そうだよね、今日外湿気すごそうだな。こっちもピン止めよう。負けない、絶対負けるけど一瞬で。これ切っちゃおうかな。また切る。切れるな。まだ切りたい。
いい感じになってきたんじゃない？大丈夫そう？よくむせてる？おばあちゃん。本当はね、もうちょっと切りたい。まだまだ攻めてみる。もうちょい切りたいよ。本当はね。切る。ここはいいのか。ここ長いよな。巻く。あ、そろそろ50分じゃん。もう私準備できてなきゃいけない時間だったんだ。前髪。せっかく巻くとお姉さんかも。本当に巻いていきます。でも多分今日も湿気で取れちゃうんだけど、これまた外出たら。前髪がうまくいかないよ今日。今日この前髪固めるの難しそうだな。あんまりこのパラパラにしすぎると
まらなくなるんだよね。なので今日は多分固まらない。パラパラにしすぎた。調節むずいよ。こうやってやってるんだよ。あ、一回も濡らした方がいいかな。これ見てて楽しい。絶対楽しくないよね。ごめんね。絶対楽しくないよね。こんな集中して前髪を整えてる姿なんて。一回前髪濡らしちゃった。うん、ダメっぽい。レア？本当ですか？いつもこんなんなんですよ、私。いつもこんなんで。切って整えていく。夜まで見てたい。いいの？逆に見てくれるの？こんな配信でも。バイメの生活感はね、いつもあるよね。バイメの配信は生活感でしかないよ。生活感で成り立っていると言っても過言ではない。でもずっと見られてるこっちの顔好きじゃないんですよ。だからね、洗面所から配信すると固めちゃう？もうこれでいいよ。これでいいよ。これ以上求める場合はこれ以下になってしまう気がする。これでいいよ。もうこれが限界だよ多分。いやでもちょっと目指してみる。もうちょっと目指してみる。
を今度は固める作業に入るね。これをまだでもメイクはコンタクト入れてないのとアイシャドウを変えた。あとまだまつげやってない。ドライヤー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 ドライヤオッケー。ほら、カタ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 。いいやん。はあ、一回もう今日はダメかと思った。今日はもうダメな日なんだと思って、結構今諦めモードだったんだけど、めっちゃいい。固まった。ここちょっと直したい。いいぞいいぞ、固まったぞ。これ以上いじるのやめとく。これ以上いじって今以下になるのが一番怖いので、で前髪ちょっとここ綺麗すぎる、ありがとう。迎えに行く。迎えに行く。で、あとは、あとは、あとは。
か、まつげ終わってないんだよね。そういえば迎えに行くやつ香水の時やる。迎えに行くの大事だよね。行くと行かないじゃ全然違いますから迎えに。結構量産型ですよ今日。ヨエティアみたいにリュック背負っていっちゃうしね今日。高齢さんですよ今日。大丈夫か。結構やっちゃってますね。これにコンタクトやったらもっと量産味が増すので、またまつげ入った。目にまつげ入った。まつげボサボサ。まつげ終わらなかったけど、いいや、それは後でやります。まつげ、まつげは後でってことにして、コンタクト入れるの、これ持って、これは持たない、これ持たない。いつもは夢のこの準備配信に、やばい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 、鳴った、アラームが鳴ってしまった。あなた、あなたやばいよ、時間っていうアラームだよね。時間やばいってのは知ってた、知ってたんだけど、こんなにやばいとは思ってなかった。
カチまで。ちょっと本当に終わらないと時間まずくて。ごめんね、バタバタで。いつもこんな感じです、準備バタバタなの。はい、じゃあランキング見ます。13位ヤッチ、12位ジアタン、11位エレメンツ、10位アーサー、9位アチュ、8位キスケ、7位ロンロ、6位ぶっちゃん、5位バボスさん、4位ユウくん、3位ター、2位ゲイ、1位がラストインベスターズです。みんなありがとうございました。ではバイバイ、行ってきます。バイバイ、ありがとうございました。